こんにちは。カナダ在住の山達です。EU 議会の検閲強化法、カナダ政府に SNS 企業を苦情ということで話をしていきたいと思います。はい。え今回、世界的に進む検閲の流れに関する話題、いろいろ取り上げていきたいと思います。えまず最初、EU の動きからですね。EU 理事会と EU 議会は、検閲法成立のために一時的な合意をしたということを発表しました。もちろん、この検閲法なんていうドストレートの名前つけてるわけなくて、デジタルサービス法っていう名前をね、つけてるんですけれども、 大義名分としては、違法なコンテンツの拡散から人々を守り、ユーザーの基本的権利を守るっていうことなんですが、まあ、すごく聞き心地のよろしいフレーズなんですよね。なんで、あの、すごく純粋な人がこれを聞けば、あ、政府様は我々の権利をこのデジタルの世界でも守ってくれようとしてくださってるのかと、ありがたや、ありがたやっていうふうに多分なるんですけれども、え、まあ、本質は違うんですよね。 政府が聞いて欲しくないもの、政府が見て欲しくないものに関しては、もう一般人のお前たちには見せねえからな、聞かせねえからなっていう世の中を作りたい、その下地の法律がこれなわけなんですよね。で、えっ、ー、と、e、EU の話ですからもう、 対象も EU 域内全土になるわけなんですね。4500万人以上が毎月使っているプラットフォーム、検索エンジンが対象になるということなので、もう一般人が何か調べよう、何か情報を見てみよう、何か情報を発信しようっていうふうに思った時に使うものは、基本全部規制の対象になるっていうことなんですね。で、EU って今28カ国かなが確か加盟してると思いますので、まあ一気にそういう国が一斉にその動きになるわけですから、 本当に止められるうちに止めておかないと世界中の流れっていうのが変わってきちゃうわけなんですよね。はい。で、EU としては専門委員会を設立するようでして、そこが規制内容であるとか、あと監視を行っていくと。で、さらに毎年毎年リスクの分析をして、じゃそのリスクを削減するためにはどんな規制が必要なのかっていうところをどんどん付け足していくようなので、なんで本当に雪だるま式にどん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 なんかごちゃ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 色々いろいろくっついてきて、気づいたらもう本当に何も情報発信できません。何も聞くことができません。政府の発信 ション以外何も見ることができませんみたいな世の中に下手したらなるかもしれないわけなんですよね。で特にこのパンデミック通じて、まあ、もう皆さんも感じていると思いますが、世界中で検閲行為って頻発しているわけなんですよね。もう本当にもう流行語対象取るんじゃねえかっていう勢いの言葉が、誤情報とかデマっていう言葉なんですよね。 どっちがご情報なんだよとか、どっちがデマだったんだよって思うところは正直いろいろあるんですけれども、まあその辺は皆さん、あの心の中にしまってコメント欄でいろいろバリズをお浴びせいただけたらいいんですけれども、はい。まあその話は横に置いといて、え、とりあえずまあ明らかにそっち目的だったんじゃないのっていうふうにしか思えないような動きがあるわけなんですよね。 で、えー、じゃあこれって本当に今 EU でボンってこれ決まっちゃったら、一気にその30カ国近くがそれになびくわけじゃないですか。そうすると世界の流れができちゃうわけなんですよね。なんで本当止められるうちに止めないといけないんですが、じゃあそれいつ止められるかって言ったら、一番近いところで言うと多分明日なんですね。明日フランスの大統領選挙がありますから、その結果次第ではどうなることやらみたいな感じになるわけなんですよ。なんでちょっと脱線話し,しておきたいと思うんですが、フランス大統領選挙明日決選投票を迎えます。現職のマクロンとあとは、 なんかよく極うって言われるんですがえ、ルペンさんが戦うということでさあどっちになるかっていうことなんですよね。で、えっ、ー、と今現在の情勢見てみると正直ちょっとマクロン有利かなみたいなところがあるわけなんですね。え特にこの大統領選挙候補者討論会があって。 その後のところからだ、だんだん変わってきたようなんですね。ルペンさんがちょっと劣勢に回って、マクロンが挽回してるみたいなところで、その第1ラウンドのね、投票日の時ってすごい競ってて、お、これ行くんじゃないっていう感じだったんですね。なんですが、今なんか変わってきてると、もちろんこれって、その世論誘導のためのね、プロパガンダ的なものなのかもしれないっていうところもね、一応考えておかないといけないと思うんですが、 なんかいろいろね、えー、今の現在のところではちょっと、うん、劣勢かなっていうようなところがあるんですね。原因は僕ちょっと、あの、リアルタイムで追いかけてなかったっていうところがありますから、厳密なことはよくわからないんですが、ロシアへの対応をめぐったところでは分かれてきちゃってんじゃないかっていうところがよく言われる意見ですね。はい。まあなので、 あの、まあ、これをあとは国民がどう捉えるのか、他の国に対する対応を取るのか、それとも自国内での自分たちの生活のことを取るのかっていうところに関しては、ま、いろいろ人によっての感じ方も違いますから、まあ、それは明日わかるっていうところですね。はい。 で、あと他のやつとしても、やっぱりこんな感じで、あの、大方の見方としては、マクロン勝利がまあ優勢なのかなっていうところが正直あるんですね。はい。で、あの、一応ね、あの、僕の住んでいる国のね、独裁者さんもですね、マクロン支持を表明してて、まあ、この二人はなんか抱き合ったりなんとかしてて、なんか、本当にね、大親友ですから、はい、もう二人してどっかに沈んでってほしいんですけれども、まあ、とりあえず、あの、 そんな感じで他国からも応援の声は出てるっていうことなんですね。はい。まあもちろんこれはあくまでも単なる世論調査の結果ですから、それに反する結果になることを僕は期待していますし、えー、ぜひぜひなってほしいなというふうに思っています。はい。まあというような形で明日、あのひとまずね、フランス大統領選挙の結果に関しては、あの本当に世界中の人たちが注目すべきものかなというふうに思っています。はい。ということで、えー、フランス大統領選挙にちょっと脱線話でした。 で、ちょっと話を検閲の話に戻しまして、以前ですね、あの、こんな動画あげました。中国化法案ってやつですね。これ、あの、ぜひぜひ見てほしいと思ってます。あの、カナダがですね、その、どん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 、あの、すごいことをやってますよってことはもう何度も伝えてますけれども、今、3つの検閲法をね、準備、審議中なわけなんですね。はい。で、それをですね、あの、単なるカナダの話として見るんじゃなくて、えっ、ー、と、まあ、日本も下手したらそうなるかもしれないよねっていう話も込めて、えー、作ってますから、ぜひともね、これ、あの、まだ見てないし、見てほしいなっていうふうに思います。一応簡単 簡単におさらいしとくと、3つの法律が、えっ、ー、と、今審議中、プラス準備中なんですね。11、18、36っていうことで、えっ、ー、と、まあ、基本的に全部情報に関するところなんですが、SNS の規制強化。で、カナダのコンテンツを優先表示するっていうね、そんな法律。で、政府認定のメディアは SNS と広告収益の交渉を可能にするよっていう法律。え、有害なオンラインコンテンツの規制可能性だけで拘束可能にするよっていう法律で、まあ、詳しいことはこっちの動画見てほしいんですが、 一応、これ、どういう組み合わせで危険になるかって言ったら、この、例えば C18 っていうのは、政府が認めたメディアだけが SNS と広告収益の交渉が可能になるんですね。で、SNS 企業ってのは広告収益に成り立ってるところが多いですから、結局、そういうところの、えー、情報とかを優先表示するようになるっていうのが当たり前なんですよね。で、えー、政府認定ですから、政府に歯向かい続けているところ、例えば、このホールな動画でも言いましたが、レベルニューズっていう、あの、保守系メディアっていうのは、政府認定、この前、あの、除外されちゃいました。 なんでそういうふうに除外されれば、もうこれなの、もう優先で表示されなくなるんですね。で C11 のところではそういうカナダのコンテンツ優先表示って言ってるんですが、カナダ政府が認めたメディアのものしかもうほぼ出てこなくなっちゃうんですよ。なんでこの11、18組み合わせると、本当にその、自然とプロパガンダ機関っていうのが乱立する世の中になっちゃうわけなんですね。 で、36ってのはこれもうちょっと内容がめちゃくちゃ過ぎたので、今審議やめて、えーまあ、準備段階に戻ったんですけれども、まあ、有害なものを規制するよと。で、可能性っていうことで何かそのヘイト発言をするかもしれない。 っていうだけで、もしかしたら裁判所が拘束命令出すことができるかもしれないっていう、ちょっと信じられないような法律が出てきて、来ようとしてるんですね。はい。で、えー、これに関してはもう大量の反対意見が政府に集まって、今専門家パネル12人でね、立ち上げられて、それで内容再検討するっていう事態になってるんですね。はい。あの、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、で、ここに関して今、なんだろうな。 スキャンダルみたいな感じになってるのかな、えー、っていう話がありまして、えー、この C36 に関する、えー、この反対意見っていうのが422の意見書があったようなんですね。350人の個人と72の専門家団体企業からのものだったんですが、これ、どれぐらいの量があったのかとか、その辺の存在がね、隠されてたんですよ。カナダ政府はごく一部だけを一般公開して、ほとんどの公開拒否してたんですね。 で、まあ、拒否するもんだから、え、情報公開請求をやって、それでようやく中身が明らかになってきたんですが、それ見たら、おい、ちょっと待てと、めちゃくちゃ批判来てるじゃないかと。で、しかも、その批判しているやつだって、お前ら待て待て待てと、アメリカでお前ら何やってんだみたいな、そんな感じで、あの、いろいろとね、カオスな状況だったんですよ。はい。なんで、それをちょっと紹介しておきたいと思うんですが、えっと、まず、全体的な話をすると、この批判とか懸念意見っていうのは、主に、プライバシーの侵害だ、カナダの権利焦点の侵害になるからやめておけっていう、そういう話だったんですね。 で、えっ、ー、と、この法律で新設される予定のカナダデジタル安全委員会なるものが主導していって、SNS 企業はその投稿の監視であるとか削除であるとか報告義務っていうのが課されることになるんですね。はい、なんでも、政府が命令して検閲をしろっていうような、そんな世の中になるわけなんですけれども、これ要は政府方針によって検閲対象決められるわけじゃないですか。 で、こういう対象って大体ざっくりしたものなんですよね。例えば、ヘイトに関するものとかえ、ジェンダーに反対するものみたいな、そんな感じですごくぼやってしたものを政府がボンって出して、じゃあ、現場で何が検閲対象に当たるかっていうのを判断するっていうのは、これ、四季業に当たるわけなんですよね。 で、これに対してマイクロソフトが、四企業が何が違法かを決めるべきではないと。こういうのは政治家であるとか、あとは裁判所がやるべきものだっていうふうに言ってて、まあ、裁判所は僕はまあ横に置いといて、政治家が決めるっていうのは僕は正直ちょっとどうかなって思っちゃうところがあるんですが、はい。 まあ、ひとまずその辺の意見は合わないですけれども、でも、四企業がやるべきではないっていうところに関しては、これは僕も賛成ですから、はい、そういうふうにマイクロソフトさん言ってるんですね。はい。まあ、あの、これに関しては正直、あの、あんたんとこの創業者の金持ちメガネをまず止めてくれっていうふうに思うんですが、はい。まあ、とりあえずそういうふうな声があったと。で、さらに、この法律は過剰な言論の自由のひ侵害と基本的人権の侵害につながる可能性があるから、やめておけというふうな、まあ、そういう批判意見が出ていたわけなんですね。はい。 で、まあ、これがマイクロソフトからの意見だったんですが、もう一個、ツイッターがね、お前がそれ言うかねみたいなことを言ってまして、えー、この法律は政治利用される危険性があるからダメだと、もう明確に検閲行為じゃないかっていうふうに言ってるわけなんですね。はい、もうわかります今コメントでね、お前が言うなみたいなことは書きまくってる人いると思いますが、あの、まあ、ちょっと我慢しといてくださいね。はい、もう本当にね、な、なんでツイッターこんなこと言ってんだと思ったんですが、で、さらに、カナダ政府のこの法案は、 中国、北朝鮮、イランのような独裁国家がやっていることと同じだと、つまり安全の名のもとにツイッターを利用することすらできない国になっちゃうんじゃないんですかっていうことを言ってるわけなんですね。で、じゃあこの意見書書いたのってツイッターの中の誰っていうふうに気になるじゃないですか。これ書いたのがツイッターのそのカナダ、アメリカ規約担当のトップなんですね。 オースティンさんっていう人が、なんか女性の方なんですが、その人がこの意見書を出してるんですよ。で、あの、もう皆さん分かると思いますが、いやいやいや、アメリカでめちゃくちゃやってるかなっていう話なんですよね。で、じゃあなんでツイッターは政府に対してはこんなこと言ってて、でも実際その会社の運営としてはガンガン検閲行為やってるかって言ったら、一、まあ、つ言われている意見で僕が賛同したのが、ツイッターは国よりも上の存在であり続けたいんじゃないかっていうところがあるんじゃないかっていう話なんですね。 でも今ってツイッターが言うなら、えっ、ー、と、検閲をするために国から頼られる存在なんですよね。国としてはこれちょっとやめてほしいな、これ見せたくないなって思ったものを、まあ、ツイッターを介して、えー、検閲してるわけじゃないですか。で、それって結局、そういう例えば公衆安全のためにっていう名のもとに補助金が流れてきたりとかするわけなんですよね。なんで、まあ、お金の源になってるわけですし、そういう、なんだろうな、権限を握れる、まあ、権力モンスターにとって嬉しいものなわけなんですよね。 ただ一方でこれ法整備しちゃうと何が起こるかって言ったら義務化されちゃうもんですから、いろんな意味で利益がなくなるんですね。お金の面でも利益なくなるし、あとはその、結局政府にまた管理されることになっちゃいますから、自分たちの権力が奪われちゃうことになるんですよね。まあ、この辺のことも含めてツイッターっていうのは反発してるんじゃないか。まあ、なんで結局どっちもどっちでもうちょっと二人とも黙っといてくださいみたいな話なんですけれども、はい。 ま、ひとまずはツイッターとしてもどん引きするぐらいのレベルの、えー、法律だということなんですね。はい。まあ、とはいえ、その、えー、なんでしょう。本質というか、えー、心の中としてはいやいや、俺たちの今のこの特権が奪われちゃうのは勘弁してほしいな、みたいなところがあるんじゃないか。 っていうところがあるようでして、はい。まあ確かにその通りにしか見えないなっていうふうに僕は思いました。はい。まあ本当にいろいろ皆さん考えるところはいろいろ違うと思いますが、僕は今のこの検閲の流れに関しては本当に危険だと思いますから、えこれに関するような動画はね、これからもいろいろと皆さんにお届けしていきたいと思います。はい。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。え、最後はですね、あのー、なんか可愛くないですかこのたぬきくん。<laughs> 昨日はちょっとあの、ね、料理を始めた瞬間になんかこんな感じで、あの、なんかこっちをこんな感じで見てたんですよね。可愛いなって思ってたら、これね、僕写真撮ってたのがダメなんですよね。あの、動画撮ってればよかったんですが、またね、ぴょん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 跳ねてこっちに飛んできたり、こっちに飛んでったりとかしてて、はい、非常に可愛かったです。はい。っていう、あのー、なんか面白たぬきくんの直前の画像でお別れをしたいと思います。はい。 ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。